皆さんこんにちは。チンスポの達人です。今回はですね、愛知県名古屋市のドヤ街を紹介したいと思います。はい、ということで名古屋へやってきました。新幹線に乗って東京から大阪に向かうときに車窓からビックカメラが見えると思うんですけど、この西側はですね、玄関口の東側に対して駅裏とか駅西と呼ばれています。はい、こちらがビックカメラですね。見覚えのある方も多いのではないでしょうか。で、この駅西は戦後の混乱期にブラック小屋が立ち並び、闇市も立っていました。今でもどことなくその面影を残しているような気がします。で、この辺り一帯はかつて日雇い労働者が集まる笹島ドヤ街と呼ばれる場所でした。あとは中部地方最大のコリアンタウンでもありまして、多くの韓国料理店や食品店があります。なんでここにコリアンタウンが形成されたかというとですね、終戦により帰国しようと周辺の朝鮮人たちが集まってきたからですね。一回名古屋に出て下関とか博多に向かおうとしたんですけど、朝鮮戦争の勃発などで帰国船の受け入れがなくなり、そのままこの地に定着したようです。で、こちらは韓国食材スーパーの成田というお店なんですけど、1948年創業とのことです。終戦から3年後なので、まさにその頃ですよね。成田のすぐそばにも韓国食材のお店がありました。で、この辺りはビジネスホテルがめちゃくちゃあります。試しに Google マップで検索するとこれだけ出てきました。出張で名古屋に来たビジネスマンをターゲットにしてるのかなと思うんですけど、もしかしたらドヤ街の名残なのかもしれません。で、このスター名古屋はこの辺りではかなり幅を利かせていました。シングルが5780円って結構安いですよね。こちらの建物はなんかドヤだったっぽいんですけど、もう閉業しちゃったみたいです。ビジネスホテルコスモっていう看板は残ってるんですけどね。で、もうドヤはなくなっちゃったのかなと思ったんですけど、いろいろ歩いてたらありました。こちらです。見てください。シングルが2100円。しかもわざわざテレビ無料アピールするところがいかにもドヤっていう感じですね。で、太閤通りを越えたところにもう一つドヤを見つけました。長期歓迎、テレビ無料、エアコン完備で、シングルが2500円。いやー、まだ残ってたんですね。この看板とかめちゃくちゃ昭和感が漂ってます。で、この駅西なんですけど、もう一つ特徴がありまして、アニメとかゲーム関連のお店がめちゃくちゃ多いです。なんか秋葉原に来たような気分になりますね。代々木アニメーション学院までありますからね。かと思えば赤ひげ薬局もありまして、本当ディープな街ですね。
で、そんな駅裏なんですけど、現在リニア中央新幹線の駅の工事が着々と進められています。なのでこの雑多な景色も数年後には様変わりしてるかもしれません。まあ、個人的にはこのまま残してほしいと思うんですけどね。はい、ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。